ジャズ喫茶バリエレラのおいちゃんです。今日はですね、ピアノをお届けします。いいでしょ、なんとも。はい、3分ぐらいですかね。短いので、ね、パパッと説明しますね。今日お届けするのはこちらのレコードになります。ですね、ちょっとなんとも早くらくらってくるアルバムですけども、ジャケットですけれども、中身はいいですよ。もう中古レコード屋でどうでしょう、もう端っこに追いやられるようなレコードかもしれませんけども、そこはですね、なんといってもリバーサイドという、まあ、ジャズ三大専門レーベルの一つが出してますので、中身は悪くないでしょう。それで、ですね、これはですね、一人の、アーティストをフューチャーしたわけではなくですね、大きく分けて3人のフューチャーしたレコードなんですね。一人はマンデル・ローというギタリスト、それからバーバラ・リーというボーカルですね、ボーカリスト女性の、ビリー・テイラーピアノを伴奏にして歌っていると、それから今日お届けするトニー・バレロというピアニストですね。このトニー・バレロという人のピアノをお届けするんですけども、A 面6曲、B 面6曲で全部で12曲、3人で分けてますので、1人4曲やってます。交互に、まあ基本的に交互に演奏してるんですけれども、ボーカルはボーカルでずっと行くわけではなくて、マンデル・ローのギターだったなと思ったら次はバーバラ・リーのボーカル、その次はトニー・バレロのピアノというふうになっていくんですけども、非常にいいでしょう。これは大名盤ではないですけれども、なんとも、愛すべきレコードです。ではそこからですね、今日はスタンダードIt's Always You、 ジミー・バン・ヒューゼンですね、が作った曲なんですけど、それをお届けします。お待ちください。じゃあいいよ。